結構左に振りましたよ。さあどうだどうだどうだ、よっしゃよっしゃ、最終15セクション入っていきました。もうこれもし5点を取ったとしても優勝はほぼ手中に収めます。もうほぼ決まりっていうことです、はい、さあ上がっていったぞ。2014年シーズンにカップクラスのチャンピオンに世界選手権にね出場したと同時になりました。15年からレプトルで戦って先輩の中で戦ってきて揉まれてきて今シーズンはガスガスに移籍をして戦っているんですが上がりきれなかったけど、でもこれで暫定ではありますけど